一人酒とはつまらぬものよ。家族は残らず落葉におり、このような返事にどう耐えておるものやら心配じゃ。ああ、万里を平定し、八つの悪を滅ぼさん。国を統一できれば、当世の英雄となれましょうぞ。義、語、職は天下を三分し、利由美ごとき者でも破業を成しておる。その方らにその奥義を教えてやろう。大事なのは人の心をいかに操るか。人心籠絡、百姓を我御す。古くから民心を得た者が天子となり、天使の心を得た者が諸侯となり、その心を得た者が大夫にとどまるという。その方らは誰の心を取り込むことができるかな。中元の人心は得ております。必ずや三国の者を我がために用いましょうぞ。さすれば万里の河川は我が芝一族のものになる。いよいか、人心を掌握して天下を統一するのじゃ。大将軍、一夜も考えられまだご決心がつきませぬか。兵は起こさぬ。甲斐は捨てても安楽に過ごせればそれでよい。なんと、あの古老がそれで許すと思っておいでなのですか。なんと。関藩。したん。そうしたん。宗心は己の死亡に誇りを持っておったが、その息子は三人とも揃いも揃って腰抜けじゃわ。さあ、これが大芝の印じゃ。大夫に渡してくれ。じきじきに渡すのじゃぞ。はあ、よいな。直接大夫に渡せよ。決して他人に託すでないぞ。は、兄上、兵権を渡してはこちらの命が危うくなります。大夫がわしを裏切るはずはない。
その方たち、その方たち、どこへ行く？なんと、なんと。密かに捕らえろ。はっ。よっ。タイル殿。大首脳の官犯ではないか。そなた元気がないようだがどうした？なんと主を謝るとは惜しいの。惜しいの。誰か、は、人を集め、大将軍邸を即刻固めさせろ。